また新しいガジェットが到着しましたので紹介したいと思います今回紹介するのはこちらですね Chromebook の C214MA です。こちらの端末はですね、まあ、先日私がですね Amazon の新生活セールで結構クロームブックが安くなってますよということで、まあ、動画をね上げさせていただきましたその中で、まあ、おすすめの端末の1台ということで紹介をさせていただいたんですけれども ただ、ですねこちらはですね実際アマゾンで販売しているものではなくて、まあ、その時もね紹介しましたけれども楽天で、まあ、そのリファービッシュ品ということで、まあ、中古なんですけれども まあ、比較的新品に近い状態で、非常に状態の良い中古ということで、で、かつね、価格が1万9800円で、まあ、一応送料が608円かな、ついつくんですけども、まただ楽天だとポイントがついたりするんで、まあ、だいたい2万円ぐらいで購入できると思うんですけれども、で、2万円で購入できる端末としては、まあまあいいんではないかなということで、紹介をさせていただいたんですね。で、この端末は、今いうその2万円で購入できるんですけれども、この Chromebook Flip C-214 ma というもののなんでですすがこれはですねあのディスプレイが、ね、360度ぐるっと1回転するんですよねだからクローンブックの中にそのディスプレイをひっくり返してタブレットみたいに使ったりあるいはねテント型あの立ててね使ったりするときに、まあ、その360度のヒンジがあるとそういったね使い方ができるんですけどもそういったものに対応している端末になりますでやっぱりねこの安い1万9300円とかもちろん2万円以下の、ね、端末でありますけれどもそういったもので このようにこう360度ヒンジを搭載した端末って現状はねやっぱ2万円じゃ買えないんですよね。2万円の後半ぐらいだったら買えると思うんですけども、まあ、そういう部分で、まあ、中古にはなりますけれども もしね、この中古の状態っていうのが、このリファービッシュという風に歌われている通り、まあ比較的新品に近い状態であれば、まあ2万円だったら結構安いかなということで紹介をさせていただいて、で、実際迷ってですね、まあこれはもうすでに動画上げてますけれども、クローンブックのスピン311っていうね、えー、まあ同じように360度ヒンジを搭載したクローンブック、まあ、11.6インチのクローンブックがあるんですけども、まあそっちを買ったんですよね。で、まあでもこれ最後まで迷ってそっちを買ったんですけども、やっぱねこれが気になって、で、あとそのリファービッシュっていう状態、 が、まあ、これメーカーのリファービッシュじゃないんじゃないかなっていう感じで、ね、その時も紹介したんですけども、まあ、その販売ページにねそのメーカーのリファービッシュと書いてなかったと思うんですけどが、まあ、その辺の状態も気になって、まあ、かつですねこの C214M のっていうのがこのね私が買った楽天のショップだけではなくてイオシスですね皆さんが知っている結構安いイオシスでも結構売ってるんですよ。 なので、おそらくこれはどっか出所が一緒で、どこからか、このほぼね、まあ新品に近いリファービッシュ品と言われているものが結構数出てるんじゃないかなと思います。で、実際これ新品ではね、もうほとんど売っていないので、まあその中古って言いますかね、リファービッシュを買うっていうことになると思うんですが、もしこれがね、状態がいい状態で、えー、19,800円だったら先ほど言いました通り、まあ360度ヒンジを搭載して、で、かつですね、これね、セレロンのね、N の4000だったかな、 ま、CPU がですね、まあ、インテル製の CPU なんですけども、やっぱり安いものとか、この間アマゾンで言ってたね、あの、18,800円のものとかって、セレロンでもっと下のものなんですよね。で、あとですね、その更新期限が短いじゃないですか。で、これは一応セレロンのま、4000ですね。だからま、新しいものに比べるとちょっと低いけれども、まあ、その360度くるっと回って、 で1万円であと、更新期限がねこれ1年伸びてるはずなんですよ、2026年の6月まで使えるということなんで、そうなってくると、まあ、現行のモデルとほぼ変わらないね更新期限を持ってるんで、まあ、そういった部分でトータル的に見て、まあまあ、1万9800円じゃ安いんじゃないかなということで、今回購入してみました、まあ、ただこれは1万9800円で購入したのは中古なので、この中古の状態ですよねこの状態が新品に近ければいいんですけど、 もしね、あの中古ということで結構汚かったりとか、やっぱりその使用感があったりとかすると、まあちょっと残念かなということなんで、まあ実際に購入して、まあもちろんこの端末に興味のあるっていうのもありますけれども、そのリファービッシュの状況っていうのもね、ありますんで、その辺もね、確認していきたいと思います。で、一応ね、まあ中古なんですけども、まあちゃんと箱に入っていて、まあ一応こう止めてあるんですけどね、で、一応ここにリファービッシュってね、まあ一応これシールですけども、まあ貼ってあるんで、まあこの辺のね、状態がどうかなということです。 一応ユーズドベリーグッドって書いてありますねはいそれではね箱に一応スペックが書かれているので見ていきましょう先ほど言いました通りねえ CPU はインテルのセレロンですね N の4000というものになっていますでストレージのは三は32ギガバイトですね EMMC です、まあ、この辺はね、えー、低価格のクロムックではまあ大体こんなもんかなと思いますでラムが4ギガバイトですねであとは USB の 3.1a と USB3.1 のタイプ C ですかね まあ、2つあるといいうこととになっていますであとディスプレイの方うは、ね、11.6インチですね、まあ、それでは、ね、とりあえず開けていきましょう、それでは開けていきましょう、あちゃんと、ね、不織布風に入ってますね、なんかこの箱の感じもそんなに傷んでないんで、まあ、アリエクスプレスで、ね、買ったスマホの箱よりは断然綺麗ですよね、あれはもうボッコボコになってますんで、それに比べたら箱の状態も悪くはないですね、ちょっと中開けていきましょう。 本体以外のね、同梱品は、あこれだけですね。で、これね、やっぱり説明書が入ってるんですけども、うん、なんだろう。あの、まあ、汚くはないんだけれども、やっぱりなんか新品じゃないような気はしますね。えー、あとはコードですね。で、こちらの方の充電のケーブルなんかも、通常ね、ビニールに入ってますけど、まあ、入ってない裸の状況なんで、まあ、やっぱこの辺見ると、まあ、中古なのかなという感じです。 まあ、ただ使用感っていうのはそんなにないですねでこれちゃんとねキャップもついたままになってますしあとこの辺の先の状況ですね、えー、とでもこれもなんか使った形跡ないような感じだなちょっと本体見てみますねあすいません肝心なところね言ってなかったです一応ね付属の充電器は 45W の出力に対応していますそれではね不織布に包まれた本体のねこっちがやっぱね気になりますよねその中古としてのクオリティが気になりますね えっと、本体はこんな感じですね。ちょっとね、ぐるっと見てみますね。えっ、ー、とね、今ね、本体ぐるっとね、えー、一応確認の意味で見てみましたけれども、まあ本当にですね、綺麗ですね。全然使用感は正直ないです。だから、まああのー、まあ箱はね、開いていましたし、あのケーブル類はまあ裸だったし、まあ保証書がないんで、まあ中古にはおそらく変わりないんでしょうけれども、ただ本体自体は、 なんか使用感って言いますかね、使われた形跡とか、あとちょっと触った形跡とか、そういったものは全然ないですね。だからこの本体だけ見れば、本当に新品って言ってもおかしくないぐらいじゃないかなと思います。で、キーボードなんかもなんか使った形跡があんまりないような気がするんですよね。 まあだからやっぱり数がかなりね、あの、イオシスのところだったり、私が買ったショップでもまだ実際売ってましたんで、だから私が買ったからその在庫がなくなっちゃったわけじゃなくて、まだあるってことですよね。だそうなってくると、やっぱりどこかまとまって出てきた中古品、まあリファービッシュ品っていうことなのかなと思います。 まあ、とりあえずですね、この外見の状況であれば、まあ、1万9800円、ほぼ新品ですって歌ってましたけど、ま、あそこにそんなに偽りはないかなと、かなり綺麗なものになっていると思います。まあ、ただ、あくまでもね、これ、中古と歌ってますので、まあ、たまたま私が当たりだった可能性もあります。ま、あね、あの、まだ売ってますけれども、もしね、皆さん買った時に、 もしかしたらもっと外れもっとちょっと傷があったりとか使用感があるものが来るかもしれないので、まあくまでもこれは私が購入した時はあまあまあいい端末が当たったということなのかもしれないのでそこだけはね注意をしてくださいそれではね本体の方を見ていきましょう本体の方はですねまあ触った感じは思いっきりねプラスチックという感じですでちょっとねこうボコボコしていて あの以前にです、ね、同じエイスーの Chromebook で C の 202SA という、ねえー、モデルを以前に紹介していると思うんですけれども、まあ、それと非常に似た感じですね、まあ、要は傷がつきにくいあるいはこう指紋が、ね、触った時に指紋がつきにくい、まあ、最近、ね、スマートフォンでも Xiaomi の端末とかでもありますけれども、まあ、表面がこうちょっと、ね、こう凹凸があってやっぱりこうペタッと指紋がつきにくい加工になっているんですねでさらにこれねちょっと周りが、ね、少しこう滑り止めの、ね、ゴムっぽい 加工って言いますかね。少しゴムっぽい感じになってるんですよ。これが、あの、滑り止めにもなっているし、さらにこれね、一応ミル規格に対応してるんですね。まあ、デスクの上からもし落っこったとしても、まあ、耐えられるぐらいの、まあ、約1.2メートルって書いてありましたよね。ぐらいの落下でも耐えられるというね、えー、対衝撃性能を持っていますので、まあ、その辺も含めてちょっとね、こういう角がゴムになっている。ちょっとですね、衝撃を吸収するような、かつ滑りにくい構造になっているのかなという感じです。 まあですので、ちょっとね、その高級感っていうのはないんですけれども、まあ逆にちょっとね、可愛らしいカジュアル感と言いますか、ちょっとそのね、えー、いい意味でのね、えー、チープ感っていうのがあって、 私も以前に紹介したその C の 202SA っていうのももっと色がね明るくてでちょっとここがねそのゴムの部分が青くなっててツートンになってそれも可愛らしかったんですけどもまあこれもですねそこまではあの可愛らしさはないんですけれどもまあなんとなくねいい意味でのねチープ感があるので個人的には好きですねただちょっともしかしたら個人的にはねこういうデザインはあんまり好きじゃないという方もいるかもしれませんまあむしろですね前のねえっとスピン311とかあっちの方がまあ一般受けはするのかなという感じです まあやはりですねその学校で使うと言いますかね、えー、子供が使うようなところをちょっとイメージして作っているのかなという感じはありますね。ここにタイプ C のポートがありますね。でここにねマイクロ SD カードのスロットがありますね。で私が持っている端末であまりこういうのがないのでこれはちょっと嬉しいかもしれませんね。あと3号のイヤホンジャックにここにフルサイズの USB ポートがあります。 それではね逆の方を見ていきましょうか、えー、とボリュームボタンですね、えー、プラスマイナスのボリュームボタンと電源ボタンですねもう1つタイプ C のポートがあってでここにですねあのペンにです、ね、これスタイラスペンがあの搭載されているモデルもありますただ私が購入したのはそのスタイラスに対応していないモデルなので、まあ、だからこれは一応なんか詰まってるってことですね一応穴を塞いであるということだと思いますでこちらが、ね、ケンジントンロックがあります でこちらのモデルはキーボードは、ね、日本語のキーボードになっています Chromebook の中には、ね、US キーボードのものもありますけれどもこちらはちゃんと日本語のキーボードになっていますこちらの、ね、端末なんですけどもちょっと面白いところがあってあのカメラがね2つあるんですよでここにねもちろんまあ、いわゆるインカメラと言いますかあのビデオチャットとかするときにこう自分を映すカメラがねここにあるんですけどもう1つねここわかりますかここにカメラがあるんですよでこれは要はタブレット と状態って言いますかねこのディスプレイを1回転させてタブレットした時のいわゆるそのアウトカメラになるんですよねで、私がね、以前に紹介したスピンの311っていうのはカメラがね、一つしかなかったんですけれども、要はタブレット状態にした時のアウトカメラっていうのは存在しないんですけれども、この端末はなんとね、ここにカメラがあって、まあ、いわゆるそのねアウトカメラとしても利用することができますはい、それではね、早速立ち上げてみました、クロームブックはですね、本当にね、Google アカウントを入れるだけですぐ利用することができます。 本当にね、10分ぐらいでね、利用できるんじゃないかなと思います、ね。で、まあ以前もね、紹介しましたけど、Windows って最初にセットアップした時に結構ね、その Windows アップデートに時間がかかって、まあ使えるんだけれども、かなり重たくなったりとかね、で意外とこうね、買ってすぐに使える状態にはなかなかならなかったりするんですが、Chromebook はね、本当にね、10分ぐらいでね、使えるようになりますね。で、もちろんね、裏でそのアップデート入るんですけども、ただアップデートが入ってるかといって、特にね、めちゃくちゃこう Windows みたいなの重くなって、使いづらくなるということがありませんので、まあアップデートしながら、 まあ、使うということができますんで、買ってすぐ使えるっていうのがね、やっぱり Chromebook のいいところかなと思います。まあ、さらにですね、その Google アカウントで同期していれば、設定とかね、そういったものもすべてね、元通りといいますか、すべて同じようにセッティングされますので、まあ、この辺はね、同期の設定を自分で選択することがね、できますので、その設定にもよりますけれども、まあ、そういったところもね、えー、全部同期しておけば、かなりね、えー、今まで使ってたものとほぼ同じような状況ですぐ使えるようになります。ディスプレイの方はね、まあ、11. 1 6インチということで、まクローンブックの、まあ、結構ね、安い端末なんかでは、あこのサイズのものが多いんですけれども、で、あとやっぱりね、クローンブックって先ほど言った通り、学校で使ったりとか、やっぱある程度ね、そういった持ち歩きみたいなところも、まあね、えー、考えられているので、まあ、意外とね、この11.6インチっていうサイズが、まあ、実はベストなサイズなのかなという気もします。ディスプレイの解像度は 1366×768 ということなので、まあ、HD のね、画質ということになります。 で、この端末は、まあね、一応ノングレアということで、いわゆるその光沢がないね、要はあまり映り込んだりしないディスプレイになっています。まあその分ちょっとね、発色とか、ちょっと写真なんか見るともしかしたらその光沢の方がね、まあパッと見綺麗に見えるというようなね、ことあると思いますけれども、一応こちらね、ノングレアのディスプレイになっています。で、さらにね、これ。 タッチにも対応してますんで、まあノングレアなんだけれどもタッチに対応しているので、まあいわゆるね、そのアンドロイドのアプリを使ったりする部分にもね、やっぱりタッチに対応していないと使えないアプリなんかもありますので、まあこの辺はいいかなと思います。で、このモデルにはね、あの、スタイラスペンがついているのがあるって最初の時にちょっと言ったと思うんですけれども、そちらの方はなんかディスプレイがね、その光沢のグレアのディスプレイになっているようなので、まあやっぱりペンで書いたりするにはノングレアよりはそのグレアの方が、まあなんかこう、 ここがね、表面がちょっと滑りやすいっていうのもあると思うんですけれども、まあ一応ね、そこでディスプレイの仕様が変わっていますので注意してください。まあ私はノングレアのが好きなので、まあまあこれはこれでいいかなと思います。まあただね、そのペン,ペン操作はできないということになります。で、拡大縮小も、まあこんな感じですね。まあ特にやっぱりそのブラウジングするぐらいであれば、まあローエンドのクロー b ブックですけれども特にね、えー、問題はないかなという感じです。 こちらの端末はですね、CPU は、インテルのセレロンね、N の4000というものを搭載しています。で、これはやっぱ2019年のモデルなので、その N4000 というものなんですけども、まあ、2020年に発売された Chromebook の、まあ、やっぱりね、このローエンドの、で、そのインテル製のね、CPU を搭載しているものは大体、だいたい N の4020というものになってますよね。 まあそういう部分でやっぱり発売がちょっと古いということで、まあ一つね、えー、古いものを使っているのかなという感じです。まあただね、もちろん体感ではそんなに感じないんですけれども、で先ほど言いました通り、基本的に Chromebook ってそのブラウザを使っている限りではね、この辺のまあローエンドの CPU や、あるいはね、以前に紹介した Spin の311とか、まあデタッチャブルとかもそうですけども、まあそのメディアテックのね、まあ SOC といいますか、メディアテックの CPU を搭載しているのもありますけども、 まあその辺と比べてもですね、そのブラウザを使ってる限りはまあさほど体感差はないかなと思います。そんなにそのすごく遅いとかね、逆にすごくあのインテルの方が早いとかっていうことはないと思います。まあただ一般的にはなんかインテルの方がまあね、処理速度が良くて、やっぱりそのアンドロイドアプリとの相性なんかを見ると、そのメディアテック性の方が良くて、あとバッテリーの持ちなんかも、 まあメディアテックの方がまあ有利なんじゃないかっていうようなことは言われてますけれども、まあ私が持っているのは全部ね、そのローエンドの,あのクローンブックなので、まあ正直その違いっていうのはわからないです。まあ逆に言うとですね、その性能の良い,いクローンブックを買おうとすると、もうどうしてもね、そのインテル製の、まあ例えばコア i シリーズとかね、ああいったものの CPU を搭載したものにまあなってくるんじゃないかなと思いますんで、だからやっぱローエンドのね、 えー、クローンブックを買うとまあ、大体、ねえー、こんな感じでまあメディアテックのものかこのねセレロンを積んでいるものになるんじゃないかなと思いますまあそういったねまあセレロンとか、まあ、メディアテックのものでも先ほど言った通りクローンブックでブラウザをね動かすということがメインであればさほどそんなにね、えー、すごく使いにくいとかっていうことはないと思います。で私がや ていいる作作業業のの中で、まあ、一番重たい作業はこの動画編集なんですよねで動画編集って言っても、これね、クラウドサービスなんで、要はブラウザで動かしてるんですよ。クロームのブラウザで動かしてるんで、要はブラウザさえ動けば使えるというものなんですけれども、まあ、それでもですね、私が以前に使っていた Windows のパソコンで、ラムが 2GB しかないやつあったんですよ。で、10年ぐらい前のね、えー、パソコンだったんですけど、それで、このね、もちろんその Chrome ブラウザが使えるんで、えー、同じようにね、この Web ビデオで動画編集してたんですけども、やっぱりね、このね、プレビュー画面は カカカカククククすすすするるんんででよよブラウザとはいえただ私が持ってるねこのローエンドの最近買ったクローンブックでは全然ねその辺のプレビューは問題ないので、まあ、そういった部分考えるとねクローンブックでクローンブラウザを使ってる部分であれば、まあ、このぐらいのね低い端末本当に1万円台の端末でもまあまあ使えますよという感じですそれではね実際に動画の編集がねどういう感じになるか見ていきましょうか私がやってる作業の中では比較的重たい作業です プレビューの再生ね、ね全然スムーズですよね。これ止めます。で例えば、こうねプレビューの画面を先に進めたりすると、ちょっと引っかかるんですよ。一瞬引っかかりましたよね。表示されなかった。これ止めてで、ちょっとこうやって戻すと、ちょっとね再生されるまでに時間かかったりしますけど、そんなにね問題ないかなと。こんな感じですね。 ま、ただこれはそのブラウザの性能っていうことよりも、やっぱりクラウドサービスなんで、ちょっと読み込みがね、入ってるのかなと思います。で、これね、ただね、何回も編集してると多分キャッシュされるんで、あの、どんどんスムーズになってくるんですよ。こういう感じで。今一瞬で表示されましたよね。はい、こんな感じでね。だからこの辺もあるんで、やっぱりね、え、普通にこのブラウザで編集したりするのは、 このぐらいのね、スペックがあれば、まあ十分かなと思います。特にそのね、映像と動画がずれてるっていうこともないし、カクカクしてるっていう感じもね、このプレビュー画面見るとないと思うんですけども、まあなので、やっぱりね、そのブラウザーを使ってるという部分であれば、このローエンドのクロ e b ブックでもね、十分使えるんじゃないかなと思います。 まあ、ブラウザを使っている分には本当に問題ないんですけれども、まあ、やっぱりね、n d r o i d のアプリで、しかもそういうね、重たい動画を動かしたりとか、で、最近やっぱりその、Linux が使えるっていうところも、すごく Chromebook で、まあ、注目を浴びているところかもしれませんけれども、やっぱりそういうね、Linux を動かしたりするには、やっぱりこのローエンドの Chromebook っていうのはちょっと厳しいかなと思います。で、まあ、これ個人的な意見なんですけど、やっぱ Chromebook を使うということであれば、やっぱり Chrome ブラウザで完結するような使い方を、 まあするように努めた方が、なんとなく Chromebook のいいところって、やっぱ活かせるんじゃないかなと思います。まあ結局 Linux を入れてね、Linux でえソフトを入れたりすれば、 さっき言ったみたいに、そのグーグルアカウントを入れるだけで動機っていうのができなくなっちゃうわけですね。当然端末、あのね、クロームブックが2台あれば、そっちのクロームブックにもそのリラックス環境を作って、またそこにね、アプリをインストールして設定をしてっていう感じで、まあそういったね、まあなんか、それじゃあ Windows とかと変わんないんじゃないかっていうね、えー、他のリラックスのパソコンとかと変わんないんじゃないかっていう、まあ要はローカルに設定をしてしまえば、必ずそのね、端末を変えたりとか複数の端末を使うときに、 まあそこでお互いに設定が必要になっちゃうんですよね。そういうのが嫌なので、Chromebook を使っているというね、まあ、要は Google アカウントでログインすれば、すべてがね、同期されて、当然ね、この編集画面も 今、ね、これ途中までやって、せあの保存して、ねえー、画面を閉じて、別の Chromebook で、えー、立ち上げて、ウェブビデオのページ開けば、全く同じ状態になっているんですね。だから、クラウドサービスでやってるんで、そういった端末にね、端末のデータに依存しないっていうところが、やっぱ Chromebook のな優れてるところなので、まあ、これは個人的な意見ですけど、Chromebook 使うんだったら、やっぱ Chrome ブラウザだけで完結する使い方をするということに徹した方うが、まあ、やはり Chromebook のまあいいところっていうのは引き出せるんじゃないかなと思います。 はい、でこちらの、ね、クローンブックの C214 なんですけれども、まあ、何回も言ってますけど、これね、リハービス品で、まあ、実際は2019年のモデルなんですけれども、えっとね、これ、更新スケジュールがなんか1年、ね、伸びたっていうんですよね、もともと2025年の6月までだったのが、なんかアップデートで、今、ここを見てもですね、 2026年の6月までということで、1年伸びたということです。で、2026年の6月までっていうのは、今年ね、あ、今年か、2020年に販売されたモデルも、まあ、大体ここになってるのが多いかなと思いますんで、まあ、そういった部分では、あの、現行のモデルと同じね、その、アップデートの期間がありますので、まあ、そういった部分でもね、価格が安ければ、まあまあ、お買い得ではないかなと思います。 あとね、この端末の、まあ一つの売りなんですが、まあ今ね、本当に19800円とか18800円でクローンブックって買えるようになりましたけれども、それらはみんなね、いわゆるその、ノートパソコン、いわゆるクラムシェルタイプっていうものなんですよね。で、この端末は、まあ何回も言いますけど、リファービッシュフィンっていうところもあるし、ちょっと1年前の端末っていうこともありますけれども、まあその分安くなっていて、19800円なんですけど、こうなんですよ。平らになるし、さらにこれが360度、 ぐるっと回転しますで、いわゆるそのタブレット状態で使います。で、そうするとね、えー、c h r o m e b o o というのはこのタブレット UI に切り替わりますので、まあ、ちょっと Android タブレット とのようになりますね。android タブレットみたいにはならないんですけどもまあ、なんとなくそのタブレットっぽいね。ui には切り替わりますので、まあ、こういった形で、ね、使うことができます。これね chrome を開きます。まあ、そうするとさっきのね。ビデオが表示されてますけれども、一応縦画面でも表示されるんですね。あ、でもこうやって使うとあれですね。このタイムラインをね。どんどん増やしても、あの結構ねタイムラインを重ねて使うときには結構便利かもしれませんね。で、あとはね。タブレットの ui なんでこれもね。まあ、android のスマートフォンとか。まあスマートフォンですかね。 まあこういった UI ですけどね、こうやってタスクを切り替えたりとか、まあホーム画面に戻ったりとか、まあこういったね、まあ、いわゆるスマートフォンとかタブレットのような UI で使うこともできます。 で最初にも言いましたけど、この端末は、このキーボードのね、ここにカメラがついてるんですよね。なんでこんなところにカメラがついてるかということなんですけども、これはね、今みたいにタブレットスタイルにしたときに、いわゆるそのアウトカメラとして利用するカメラになります。こんな感じでですね、まあ、タブレットスタイルにしたときに、先ほどのね、キーボードのところにあったカメラが、このようにアウトカメラとして利用することができます。で一応これね、写真撮ります。ちょっとかなりシャッター切れるまで時間かかりますね。 はい。あんまり反応がいいとは言えませんけれども、一応動画も撮影できますね。はい。こんな感じでね、動画の撮影も可能です。まあ、あくまでもね、まあ、あんまり画質も良くないので、まあ、メモ的な使い方をするカメラになりますあ。それでもですね、やっぱりアウトカメラ、メモとして使うにしても、やっぱりアウトカメラで使えないと、インカメラでもね、もちろんこう撮影できますけれど、ただ自分が写っちゃったりするんで、やっぱ使いにくいですよね。まあ、そういう部分で言うと、やっぱアウトカメラ、メモカメラとはいえ、アウトカメラとして使えるのは便利だと思いますね。 この動画はね、Chromebook C-214MA のアウトカメラで撮影をしています。まあ、この端末は360度ヒンジで、まあ、ディスプレイをぐるっと回して、えー、タブレットのようにね、使えるんですけれども、まあ、タブレット状態にしたときに、まあ、アウトカメラが使えるという端末なんですが、まあ、これはそのアウトカメラで動画を撮影しています。まあ、音声の入り方はどうでしょうかね。まあ、あの、見た感じは、ちょっと綺麗には映ってはいない感じですね。そんなに画質は良くないかなという感じです。 これはオートフォーカスがまあ、ちょっとオートフォーカス働いてるような感じしますね。ちょっとこうビヨンビヨンってなんかフォーカスが迷ってる感じがあるんで、まあ、聞いてるような気はするけどそうでもないのかな単純に。でもなんか動いてませんあ、やっぱ動いてますよね。ほら。だからオートフォーカスあるみたいな感じには見えますけど、 ただ、オートフォーカスっていうか、フォーカスがあったとしても、そんなに鮮明には映ってないんで、あんまりその違いがわかんないっていうか、あんまりこの意味がないのかなっていう感じですけど、ただこの感じね、この挙動を見てる限りは、まあなんとなくね、オートフォーカスがあるんじゃないかなっていう感じですけども、まあそれが映像にあんまりね、効果を表してないというね、まあその程度のカメラになっています。 あとはですね、やっぱりこういうね、ディスプレイが360度くるっとひっくり返るね、いわゆるその360度ヒンジを搭載したクローンブックっていうのはタブレットに使えるっていうのと、もう一つはね、このテントモードって言って、いわゆるこのね、テントみたいに三角形に立てて、いわゆるこうスタンドみたいに感じで、まあスタンドなしでこう立てて使うことができるというところがあるんですけれども、まあ実際ですね、私はこういうね、360度回るクローンブックを持っていなかったので、 まあ欲しいということでそのスピン311と今回ね紹介したこの214っていうね端末をまあ比較してまあどっち買おうかなっていうことでスピンの311を買ったんですけども結局こっちも気になって両方買ったっていうことなんですがまあこれですねあのタブレットで使えるっていうふうに言いましたけど実際タブレットがめねやっぱりめちゃくちゃ重たいんですよあの結局キーボードっていうか本体の方の重さがあるんで普通タブレットってこの要は画面の中に まあバッテリーとかね、まあ入ってて、まあ大体 500g 前後、500g ちょっと超えるぐらいっていうものが多いと思うんですけども、まあこれやっぱ本体が付いちゃってるんで、やっぱ 1kg を超えちゃうじゃないですか。これやって重量 1.2kg ぐらいだと思うんですけど、その状態で、いわゆるそのタブレットにして、こういう風にやって持つってすごくね、重たくてね、 きついんですよ。もう、もう手首がすぐ痛くなっちゃうんで。まあ、だから、一応こういう風にはなるし、例えば人に見せたりするなんかはいいんですけど、ただこの状態で使い続けるっていうのは結構難しいと思います。もう重量的に、やっぱね、手首に負担かかっちゃうし、もうやはりね、持って、あの、快適に使うっていうのは無理だと思います。まあ、そういう中で私がやっぱりね、実用的だなと思ったのはこのテントモードですね。まあ、これはやっぱりね、あのー、もう置いちゃいますんで、まあ、当然ね、手が疲れるっていうこともないし、 ま、特にね、専用のスタンドがなくても、こうやって立てられるし、あとね、やっぱりデスクなんかに置いた時に、あの、スペースを取らない。やっぱりキーボードが前に出てると、やっぱりそのキーボードの部分も、そのデスクのね、スペースを取っちゃうんですけども、やっぱりこの状態にすれば、このキーボードはね、要はスタンド代わりになっちゃうし、え、実際ね、この立ってるスペースもこんだけ、こ、れ、これだけっていうことなんで、やっぱりね、その、学校で使ったりするのに、特に学校のてあの、デスクってすごい狭いじゃないですかね。ま、ああいうところで使って、 でまあ、見ながらとかね。ちょっとこっちの映像を見ながら何か書いたりとか。まあ、そういったことをするときに、まあ、こうやって立てられるっていうのはすごくいいかなと思います。まあ、あと動画の視聴とかね。やっぱり画面が大きいんで、まあ、クロームブックをね、動画の視聴用に使うという方もいらっしゃると思いますけども。まあ、そういった部分を考えて、このテントモードっていうのはね、まあ、意外と使えるかなという感じです。まあ、例えばね、こんな感じでね、動画を、まあ、視聴することができます。これ私がね、やってるタブレースマホ7番勝負の動画ですけどね。まあ、普通に綺麗に見えてますよね。 一応 HD になってますね。ああ、ひどいっすね、これ今見るとね。バウンドしてますもんね、これね。この、この高さ。すごいっすね、これ今見るとね。まあ音はどうですかねうん。まあそんなに良くはないっすね。あのスピーカーもそんなに良くはないと思いますけど、まあ一応普通にね、聞けるかなっていう感じで。 えっと、あとですね、この C の 214MA なんですけども、あの、ディスプレイがね、いわゆるその、 ノングレアのディスプレイなんですよね。で、こっちのスピンの311は、さっき言った通り光沢のあるディスプレイで、その見え方がね、違うっていうのは、もちろんね、光沢がある方が、なんとなくその発色も良かったり、まあ写真とか映像を見るには、まあまあこっちの方がいいのかなと。まあ逆に言うと、まあこっちの方がね、えー、なんか落ち着いているので、やっぱ長時間ね、その、なんかテキストを見たりするには、まあ見やすいかな。あと映り込みもないんでね、やっぱりこう、なんか部屋の照明が映り込んだりとか、そういったことがないんで、まあ目はね、疲れにくいかなとは思うんですけれども、まあそういった 見え方の違い以外にその、タッチパネルになってるんですけど、こっちのね、ニチョン MA の方は、分かりますちょっと落としてるじゃないですか、ちょっとね、滑りが悪いっていうか、ちょっと触った感じがね、マット調なんですよ、ちょっとさらさらした感じ、で、こっちは本当にね、光沢がある方なんで、本当にツルツルした、まあ、いわゆるそのガラスを触ってるようなね、感じで、特にこう抵抗がないんですけども、こっちはね、落としてるの分かりますかね、音は入ってますかね。 で、こっちは何もとしないんですけどちょっとね、手の滑りが悪いっていうところがあって、やっぱりタッチ操作する分には、やっぱりこのね、えー、光沢があって、こう画面がツルっとしてる方が、こうタッチ操作はね、指の滑りがいいんでやりやすいですね。で、こっちは今言うように、ちょっとサラサラしてるんで、ちょっと指の滑りが悪いっていうところで、まあタッチ操作をするという部分であれば、やっぱり光沢のね、こういうディスプレイの方が、まあいいのかなという感じはします。 はい。ということで、今回は、a イス s の Chromebook Flip C-214MA というね、ロ、えー、Chromebook。こちらをね、紹介させていただきました。で、もともと私がですね、まあ、購入を悩んだということで、えー、ね、今、横にある Spin の311端末も、こちらもまあ、以前にですね、開封動画上げさせてもらってますけども、 ま、比較してどっちがいいかっていうと、本当に、ま、似たような端末なんで、ちょっとね、まあ、どっちがいいかなって、特にそんなに差はないかなと思いますね。まあ、ただ価格がやっぱりね、こっちが、あま、新しいモデルということもあって、まあ、ちょっと高いというところ。で、こちら側は、まあ、2019年のモデルで、もうすでに新しい端末が出てるようなんですが、ただね、あの、ショッピングサイトでね、あんまり売ってないんですよね。この、この端末の2020年モデルっていうんですかね。で、実際出てるのは2019年の、 中古品が結構さっき言ったみたいに私が買ったリファービッシュ品とか、あと結構安い洋室なんかで結構な台数あるので、どっかからだからまとまってこの端末が出てきたと思うんですけども、まあそういうまあ中古リファービッシュ品にはなりますけれども、まあ19,800円で購入できるということなので、若干ね価格がまあ安いということですね。あとはですね、まあそういったね価格が19,800円で安いんですけれども、まあ更新ポリシーがね、2026年の6月までということで、その自動更新の期間が まあ比較的長い。やっぱり1万円台で購入できるクロームブックって、その更新期限がやっぱりもう短いものが多いんですよね。まあそういった中で、えー、比較的ね、長く使える端末ということなので、そこはまあメリットがあるかなと思います。あとね、このスピンと比べていいところは、あの、拡張性がね、結構いいんですよね。ここに Type-C が で、あとね、マイクロ SD のスロットがあるんですよ。で、タイプ A があって、で、逆側にもね、タイプ C があるんですよね。で、こっちのスピンの方は、そのタイプ C のポートって1個しかないんですよ。しかも片側にしかね、当然片側にしかないので、まあ、ちょっとね、その充電したりするときに、場所によってはね、あのー、まあ充電しにくい角度とか、あと単純にそのタイプ C のポートが一つ少ないんで、ちょっと拡張性の部分ではね、やっぱりこっちよりもこっちの方がいいかなと思います。で、これね、タイプ C がね、両方にあるんですけども、こっち側とね、逆側にもあるんですけど、どっちから でででも充電ができるんですよ、まあ、だからさっき言ったみたいにどっち側に、ね、その充電するコンセントとかがあっても、まあ、比較的こう、ね、コードを取り回さないで、まあ、どっちの方向からも充電できるということなんでこの辺は、ね、地味ですけども結構便利かなと思います。 まあ、あとですね、やっぱりそのマイクロ SD カードスロットが使えるんで、まあ、Chromebook ってどうしてもストレージがね、少ない端末が多いんですよね。で、これも 32GB なんで、で、Chromebook だけで使ってる分には、まあ、それほどね、32GB でまあ、十分じゃないかなとは思いますけども、まあ、そういった部分でこのね、マイクロ SD カードのスロットがあるというところはね、やっぱりこういうのが欲しいという方もいらっしゃいますんで、そういった方にはまあ、いいんではないかなと思います。 あとね、やっぱもう一ついいのがカメラですねえ。ここちょっと見づらいんですけども、一応タブレット状態にした時のアウトカメラが使えるというのは、やっぱりね、メモを取ったりするには非常にいいかなと思います。まあもちろんインカメラでね、メモ取れますけど、じゃあ例えばメモを取るときってね、こうやってメモを取ると、まあ自分も入っちゃうし、まあ余計なものが映った状態でのメモになっちゃうんで、やっぱりね、えひっくり返してアウトカメラで撮れるというのは、まあここはいいかなと思いますね。 で、あとね、まあ、ダメなところ、ダメなところはですね、やっぱりこれ今リファーフィッシュ品っていうか中古品でしかほぼ入手できない中で、その中古の品質ですよね。まあ、やっぱり中古は当たり外れがあるんで、私はすごく綺麗でいいものだったんで、非常に満足度は高いですけども、まあ、中古なんで、もしかしたらね、そういったところで買うと、まあ、傷があったりとかね、かなり使用感があったり、あるいはディスプレイにね、ちょっと傷があったりすると、 ね、まあ、裏とかね、そういうところに傷がある分にはそんなに気にならないと思いますけど、ちょっとね、やっぱね、見えるところに傷があると、まあね、気になるかなと思いますんで、そういったね、えー、まあ、個体差といいますか、中古品がゆえの、まあ、個体差があるんで、そこは注意が必要かなと思いますで。あともう一つね、ダメなところは、これはね、スピンの311もそうなんですけど、もう見た感じで、 ベゼルがめちゃくちゃ厚いんですよ。ちょっと今時の、まあタブレットとかではもう全然見ないですよね。まあパソコンなんでこういうベゼルが残ってるのかもしれませんけど、ちょっとやっぱね、もう今となってはかなりやぼったいかなと思います。で、あとこの360度ヒンジになってるからなのかわかんないんですけど、このヒンジの部分がね、結構この余白があるんですよ。で、こっちもね、 こんだけ余白があるんですよ。やっぱりちょっとこれね、この360度ヒンジの構造上なのかもしれませんけど、かなり下のベゼルがね、えー、ベゼルが全体的に厚いんだけれども、特に下は厚いので、やっぱりそのタブレット状態にした時にはかなり目立つし、まあこのね、パソコン状態であれば、まあこの下に入ってる分にはそんなに気にならないと思うんですけど、やっぱりタブレットの状態とかテントモードにした時は、かなりね、このベゼルが気になるかなという感じです。 ということで、今回はイスーの Chromebook フリップの C-214MA のの、まあ、中古品ですね。まあ、リファービッシュ品なんですけども、これが今出回ってますので、紹介をさせていただきました。まあ、やっぱりね、これはさっき言ったみたいに、中古の当たり外れがあるんで、なんとも言えないんですけども、状態が良ければ、19,800円で、やっぱりそのね、360度ヒンジを搭載した Chromebook が買えるっていうところはね、結構いいと思います。 で、先ほども言った通り、19,800円で買えるんだけれども、まあ、現行モデルと変わらないね、その更新期間があります。2026年の6月までね、一応アップデートが入りますんで、そういった部分も含めて、そこを考えれば、まあまあね、お買い得な端末ではないかなと思います。はい、今回は以上です。